はい、野良のセナってなんかちょっと嫌な気持ちありますよね。そんな時皆さんグラガスやりませんか？グラガスはどうですか皆さん。グラガスはいいですよ。こんばんは、グラガスが降ったんです。グラガスなんて、あ、起きたよ。だってモルガナのせいでファーストサイク稼げねえ。モルガナが全部 CS 取ってるけどいいのお前。お前いいんだ。別に俺はいいけどね。俺の殺意の波動により、確かにルーデン丸いね。ルーデンにしようかな。あー殺したかったな。フラッシュ切らされたし、だる。トップレーンのタワーが攻撃されています。何してるラムス。はい、ミスった。本押ししちゃった今。最悪。面白い。どこでもグラガスでいいやん。マジグラガス一体極めたらさ、サポートもできる、 ADC もできる、ミッドもできる、ジャングルもできる、トップもできるで。ね、みんな全部グラガスでいいんだから、グラガスやろうよ。なんでこんなスキン少ないん。ミッドレーンのタワーが攻撃されドラゴンを攻撃。
リフトヘラルドを攻撃。また4、グラガスやれやになる。うん、グラガスやれや、全部。ボットレーンのタワーが攻撃されています。全員グラガスやれや。移動中です。味方チームがリフトヘラルドを倒しました。ボットレーンのタワーが攻撃されています。あ、下手すぎ俺ウルト。ウルト下手すぎる。ウルトがこんだけ下手でも強いんだからこのキャラ。ヘクスフラッシュにしたかったな。あ、倒されました。ねえ、ウルト難しいね。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。失敗やりたい。ブレスドアイルの祝福。今 ADC みたいなもんや。最初のタワーが破壊されました。過去生きてたね。今危険。移動中です。マジさ、モルガナのせいでファーストストライクたまらん。マジキモすぎるこのキャラ。マジで無理なんだけど。あ、ミスった。わかんかった。でもムカつくマジモルガナ。敵を倒しました。いっぱいやりたい気分じゃん。シャットダウン。ウルト下手すぎる。やべえ、ファーストストライク貯めて普通に。味方が倒されました。ダブル受けたくないモルガン。
ドレーンのタワーが攻撃されています。敵を倒しました。敵を倒しました。味方が倒されました。ここ行くねん。おます、機動力高すぎる、わら。ここ行くねん、あいつ。楽しい。やべ、モルガナ対面じゃなかったらもっと楽しいのに。モルガナ対面のせいで、ファーストストライクが貯められなくてムカつくよ。よく逃げた俺たち。よくぞ逃げたぞ。消えた。シャットダウン。今モルガナ何してたんだろうね。なんか気まずい時間あったけど今。リード、ヤットさんの固めの背中のイメージ強いんですけど、強い背中も強いんですか？いやなんかあんま脅威でもね、なんか思ったよりダメージないんだよね。いや、モルガナちゃんとファイトしてた。かもね。なんかね、やっぱセナのスタックって1スタックで AD1 もらえるからさ、結局なんかどっちかっていうと脅威で出るっていうよりなんかスタック数で出てるって感じするから、なんかある程度なんか通常攻撃バフとかなんかその辺がかかるアイテムだけ適当に積んどいてさ、マナムネとかあとちょっとまあ固めに行くのがまあ丸いかなっていう気はするよね。まああんまりにも固めに行きすぎるとダメージ出ないから俺好きじゃないけど。マサイロン、チンジロのクソッタレを自爆にはあれか。味方が倒されました。チャーミングチャーハン、鋼でなく予想。味方が倒されました。消えた、二人。敵を倒しました。敵を倒しました。一回消えたわ。タワーが破壊されました。やっぱセナーグラガスだよな。あ、ミスったミスったなんかでも違うやつ死んだ。ザヤ殺そうと思ったら違うやつが死んだんやけど、そんなことあるんやな。ナビア、グラガス青い強いから電撃より薄好きだな。電撃、てかね、ファーストサイクルめっちゃ稼げる。一口飲んでみ、イモケンピ、トリもびっくりしてるわらわら。うん、トリも多分びっくりしたよ。オーケー、ザヤ助けに来たぞっつって。え、俺みたいな。わらわら。カナタ、反応できなかったけど、やつがお亡くなりに、わら。楽しい。いや、ルートは、剣打ってからって、おかずさんに教えていただきました。ウルトが9ってからのは9が当たるときな、9が確実に当てれるときの話な。当たり前だよな。届かねえのにはやっても意味ねえよな。こういう風に当たんねえんだよ普通に遠いと。
リード9設置してそっちに寄ることで誘導するのとんでもなく難しい。俺フラガス、これ味方か、味方の、え、オーンなんていたの味方に。ムンドって強いん。やばい、味方W打って、ありがとう、ナイス。こういうね、グラガスっていうキャラが全レーンいけるんだけど、あんま興味ない。このキャラクターもう、とんでもないダメージ出る。しかも樽置くだけでいい。確かにエイトロとヨネでいい気がする。エイトロヨネアゴットじゃねえ今強いの。ほらもう見て、俺が姿を現しただけで周りのオルトが切れるんよ。そんなキャラいなくね、あんまり。やべ、俺がピールする。危ねえ危ねえ、あいつ足速いで。何やあいつ、こんなに死にたいなら殺してやろうか。チャーミングチャーハン、アーゴットが一番勝率高いんだった。やばい、すんごいの食らっちゃった。中国ザバのあれ見ようか。移動中です。距離をアイボンクローンとまあ出ますもんね。敵のダブルキス、味方が倒されました。味方が倒されました。サンス、今サポートだと誰が熱いんだ。強化されたセラビンとか。はい、エンゲージ。ミッドレーンこんな感じです。タワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。距離を250円くらい入りませんでした。攻撃されています。危険。すっ、いや、天の上位なのまでですか。味方が倒されます。すごいことなった。すごいことなった。敵を倒しました。すごいことなった今。移動中です。リード、わらわら。見た？すっ、や、わらわら。どういうことが起きたぞ今。サンス、今のやばすぎ。何年でした？わら。敵を見失いました。確かに今何が入った、ファーストストライクで。800円ぐらいじゃなかった俺最初。え？ 881 円から475円入ったファーストストライクで。やば、初めてや。475円はやばすぎ。見て俺。あ、でもフラッシュなかった俺。あれ？フラッシュあった今。俺フラッシュ切った？でも自分の挙動がわからんかった今。ミスったんかな？フラッシュ。
のタワーを破壊しました。あの日フラッシュ少し早かったです。敵のタワーを破壊しました。すっやってわらわら右爪基盤で237円。敵のタワーを破壊しました。敵を倒しました。敵を倒しました。ワンパンスローじゃん俺。英雄じゃねえ俺この試合の。真面目に何もできんそれ俺。シャットダウン。ナイス。やばすぎ。やべえ人生初だな。475円はやばい。こんなキャラクターが全ポジションいけちゃうのってマジ？マジ？セナがいたら ADC 役でもいいし、 ADC ではないけど APC 役でもいいし、サポートグラガスでもいいし、ミッドグラガスでもいいし、ジャングルグラガスでもいいし、トップグラガスもできちゃう。こんなキャラクターがいてもいいんですか？チャンネル登録高評価よろしくお願いします。だってこれダイヤになったんじゃね？